こんにちは。こんにちは。トロピカルガーデンです。何その言い方。意味がわからない。今日は何かやってくれるんだっけ。今日はそう。今日はやる。仕事打つよ。徒長しちゃった。徒長しちゃった。夏とかに結構遮光しすぎて徒長しちゃったりとか、場所が悪くて徒長しちゃった。まあ徒長じゃなくてもこう開いちゃったり伸びちゃったり、そう葉が伸びちゃったりとか、葉の徒長とか茎、幹の徒長しちゃった場合どうするか。まあこれからいい時期だからね、ここで綺麗に仕立てとくと、また春まで綺麗に、可愛い状態で保てるので、はい、はい、やっていきます。ではお願いします先生、はい、お願いします。生徒生徒じゃあこれこう伸びちゃってるのわかるかな。あ、葉っぱが取れちゃった。もうひどい状態でこれ伸びちゃってるんだよね、一つだけ、これだけ多分こう影にこう隠れちゃってて、どんどん伸びちゃって、ね、なんでどうしようかな。抜いちゃおうかな。植え替えがてら切っちゃおうかな、はい、でも先に切って見せるね。はい、はい、ちょっと待ってね。なんか出てきたね。消毒消毒。あ、そうそうそう、消毒。何使ってるって言われて、これもう後でまたゆっくりこれは説明する。今日はそれ消毒ね。ハサミを拭いてる。ハサミを拭いて消毒してる。はい。また後でこれは、ゆっくり。はい。じゃあこの伸びちゃって、伸びてると結構切りやすいんだよね。逆にね。こう徒長してこう茎が。葉と葉に隙間が空いてるから、カミカミなんだけど今日も、切るね、どこで切ってもいいんだけど今日はこの辺で、切ります。でね、これ面白い、中が見て、ほらスカスカで穴が開いちゃってる。もう見えるかね。はい、かじられたんかね、何かにね。でこれを下は下でまたやっていくので、でこれも結構こうずっと長い状態だったら、もう一回ぐらいこう切ってもらって、この状態で土の上に置いといてもらってもまた出るから、あとは全部葉差しでも、どっちでも、今日ちょっと夕日だね。夕日だね。綺麗なんだよね、夕日と多肉って、何かにかじられた跡があるね。本当だ。キリギリス、コオロギ、キリギリスだよね、結構かじるのね、でこうバランス見ながら葉っぱもいでって、ほらこうすごい伸びちゃってるでしょ、こうやって、はい、中心よりも、伸びちゃってるとこをどんどん取ってあげて、伸ばさないで上手にね、夏越しできればいいんだけど、なかなかそうもいかないからね。そうだね、種類によって伸びやすいのもあるしね。そうそうそう、伸びやすいのもあるから、伸ばしたくないやつがこれも伸びちゃった。そう、伸びちゃうんだよね、これ下はなんかちょっと嫌なんで。これが落ちた。ん、何これが落ちた。大丈夫、多分大丈夫。チェックする。大丈夫だよ。で、枯葉も取ってもらって。せっかくなんで。ちょっといい。で、こっちも枯葉を取ってあげて。はい、せっかくなんで植え替えちゃうね、でも根が全然弱い、そんなにいっぱい張ってない。でも植え替えちゃいます。はい、これはまた同じ鉢に植え替えるね。
いいね、このコーヒーカップの。かわいいよね、これね。あれ地蔵コネットもなかった。麻布ハウスで使うとき結構麻布使っちゃう。麻布結構最後溶けちゃうけど、その頃にはもう根がしっかり張ってくれて、鉢底から砂も出ないよね、溶ける頃にはね。いつもと同じように植え替えていくんだけど、これも若干葉が伸びてるかな、何枚かだけ取っちゃおうかな。優しくね、優しく根元から、根元を持つようにしてこう取れば取れるから。横にやるんかね。うん、そう、横に。面白くてさ、これバランス見てるとどんどん取りたくなっちゃうんだよね、葉っぱ中心しか残んなくなっちゃうね、うん、でもほら、伸びてる葉っぱが気になるでしょ、取っちゃうと、うんうん、中途半端に取ると、そう。またかじられてる、これ誰かに、ほら。ほんとだ。ね。ちっちゃくなっちゃうけど、かわいいか。これはこれでね。うん。よし、こんなもんでいいかな。はい。はい。いつものようにオルトランを入れて、とりあえずちょっとこれを、少しこう斜めに入れて、固定させておくね、一回。はい。一緒に植えちゃうの。一緒に植えちゃう、またそんだけでもね、短ければそっちの方はぐっと刺すだけでも大丈夫そうだね。で、ちょっと待ってね。はい、あった。得意のルート、得意のルート。じゃあこれはルートか。とりあえずこれ2つは根がちゃんと残ってるやつね。さっき切り戻したやつ、はい、ルートンつけて少し乾かせればね、あれだけど、すぐ差し上がりは、そう、まあ必須ではないけど、うん、つけといた方が無難、うん、確率は、助かる確率は高くなるっていう程度かな、うん。でも発根も良くなるよ、ルートを塗ると。あ、全然違うよ。そうだね、これ使わないからなと、うん、分かんないけど、オルトラン入れたよね、うん、はい、じゃあこれはこれで終わり。このままね、そんなにもう急激に成長はしないから、しないから、うん、このまましばらく楽しめます。夏伸びちゃったのは、うん、まあ、こんな感じでね、うん、整えてあげると、整えてもらって、はい、で、取った葉はまた後で葉差しに。出しの仕方はまたね、うん、おいおいやっていきましょう。はい、じゃあちょっと一つ今日お願いがあるの。ちょっと待って、これ植えるの忘れちゃった。はい。まあ後で植えよう。植えたらそこからポコポコ子が吹く。そう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 。でもなるべく本当は葉っぱを何枚か残した方が、残さないと、うん、もう枯れちゃったりするから、うん、できれば何枚かこう残した方がいいんだけども、これ残せる状態じゃなかったから、うん、このままとりあえず植えといてみます。はい、せっかくだから植えちゃうね、うん、忘れちゃうと嫌だから、はい、干物になっちゃうからね、うん、1ヶ月後ぐらいの動画でこの間抜いたやつがそう、まだ、うん、まだ抜いてありますってなっちゃうから、はい、これはこれでね、はい、じゃあ、まあ、同じような感じなんだけど、ちょっとはい、スタボロになっちゃった。これもちょっと直してもらえますか。スタボロになっちゃってるね、これかわいそうだね、これ茎。これちょっと見せて。これもう取れちゃうよ、ほら。本当？いい？取っていい？いいよ。とにかくこういう、こういうなんかスタボロになっちゃった茎はどうするかっていう。これ茎も死んでる？茎も死んでる、もうこれ。でも、ちょっとだけついてる。見えるかな？本体見せて、こんな感じになっちゃった時。こうね、茎がいっぱい伸びちゃって、うん、もうちょっとした茎が伸びちゃって、で、茎も途中で死んじゃって、うん、ね、でもまだ上は生きてるから、うん、せっかくだから、うん、これもやってもらって、きれいに整理してね。で、こう枯れた汚いところはここで切っちゃう。
めんどくさいからママにやってもらってるわけじゃないからね。YouTube で撮るように持ってきたんだよ。めんどくさいからでしょ。違う。違うよ。あ、違うか。はい。じゃあこれはもう枯葉をね、とりあえずは取って。何か虫かなんかにやられたんかな。そんなでも形跡はないね。うん。水あげなすぎたんじゃない。そうだね。違うかな。じゃあこれは普通に植え替えしちゃうね。最近こんな大した動画じゃないんだけど、お客さんが YouTube 見たって言ってくるお客さん多くなってきたね。嬉しい、すごい。ありがとうございます。ありがとうございます。くだらないことばっかり言っててね、パパがね。バカなことばっかり言ってるけど。そんなことないで。でも見てこれ、幹がほら、傷んじゃって、見える？見えるかな？ほら、もうボコボコにへこんじゃってるの。見えるかな。うん、本当だね、うん、見えてる画面で。多分でもこういうのをこのまま植えてももうダメだから切っちゃおうね。はい、ボコボコになったのは切る。中までやられてる。大丈夫か。ちょっと怪しいから多めに切っちゃうね、ギリギリまで。大丈夫。でルートごめんね、手に出しちゃうね。切り口に。鍋に入れる？入れなくていい。結構ルートンってたっぷり塗っちゃって平気だからね。持っといた方がいいか。そこで見える。鍋溶かすね。ちょっと葉っぱまで見える。何？そっか、ゴミが飛んじゃうから、こんな感じ。ごめんね。はい。よいしょ。どうする？食べる？パパこれ。食べない。よし、じゃあこれも。これ、同じ大きさの鉢に植えちゃうね。もうこれ根がないから、普通に植える量まで。刺しでね。うん、大きさしで。ウルトラン入れて。本当にもう置くだけで元気になってくれるといいね。うん。プリトニスベビーフィンガー。自分のやつなのにめちゃくちゃ久々に見たもん。落ちすぎたね。ね。はい。これはこれでおしまい。はい。はい。はい。とりあえず、見れるようにはなりました。はい。これで元気になってくれること。せっかくなんでもう一個お願いでなくて見せてもらっていいかね。やっぱり植え替えるのがそれでしょ。これね、すっごいボッサボサにでっかくなっちゃったんだけど、うん、すごいね、立派だね。ほらこのでっかくなっちゃったやつ、まあこのままやってもいいんだけど、これを分けたい場合、何頭いる？ 1,2,3,4,5,6 頭。すごいね、これ1個もらおうっと。じゃあ分けてくれる？もうこんだけでかくなるとこんな感じ、鉢の縁でこう傷ついちゃうね、この外側が。ここがこうね、鉢の跡がついちゃってかわいそうだから、このまま鉢増しするか株分けするかなんだよね。どっちがいい？でママ欲しいんでしょ。欲しいからじゃあ株分けだね。じゃあこのままどう分けていくかね。でぐね、普通に根をほぐして。優しくね。根がでもポロポロ取れちゃう、これ。で、植え替え時だったね、ちょうど。ね。本当だ。ね、水を。ボロボロの根だね。で、枯れ葉を取って。根って言ったのはダジャレ？ね？あ、それ違う？違う、ダジャレじゃない。ある程度枯れ葉を取って。スルーしちゃったんかな。全然。
これ株分けた時内側にも枯れ葉がすごいから、とりあえず外側をね、はい、さっと取って、はい、じゃあどう取っていこうかな。このままボロッと取れそうなやつ。取れそうだね、これね、うん、ハサミで切らなくてもポロッていけそう。じゃあまずこれ半分こじゃあれだから2と4で分けるね、うん、1回ね切るね、ここはね、うん、ここで切るね、こうグって手で押し合えばもう取れちゃうから簡単に、ハサミ使わなくても簡単にこれは取れる、はい、切った感じこんな感じ、はい、で1回これはここに置いて、はい、また分けていくね、はい、あ、かわいい、中にちっちゃい、あ、ここじゃないんか、葉っぱが折れてたんだ、うん、ハサミ使った方がいいかな、大丈夫、あ、大丈夫、そうだね、これ結構簡単に分かれちゃうんだよね、うん、こういうのね、はい、1、2、3、4、5、6個で、あと枯れ葉も可愛くてよかったね、可愛いんだよね、そう、でもこうほら、やっぱり中の枯れ葉が取りづらかったり、うん、虫が湧いたりする、そう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 、ね、枯れ葉から虫が湧いたりする場合もあるんで、うん、臨機応変で、うん、今日食べさん黙々と仕事してるね、そう、偉いんだよ今日昨日のヘルメットかぶったのはい、さあこういう切り口も本当はね、乾かした方がいいけど、どうする？うん、まあ、今回、いい、うん、もう動画撮ってる、早送りだからね、うん、何も使わない場合は、このまま1週間から10日ぐらい乾かしてもらって1ヶ月ぐらい忘れちゃう、そういうこと、だから、そのまま今日はフートンで植えちゃうね、はい、切り口に塗って、ママの札俺書いといてやるね、うん、ありがとう、面白く書いた方がいい、うん、いつものもういいよ、あれは何？誰もね、書かないよ、書きなよ、ズルしないでくれ、よし、じゃあ植えていく、はい、はい、ちょうどいい大きさの鉢でね、6個に分けて植えちゃっていいってこと、うん、なんかもう任せ、いいよね、寄せちゃってもいいし、うん、任せます、もう形がいびつになっちゃってちょっとかわいそうだから、うん、綺麗に一回形をしてあげるためにも、うん、ね、もうこれが1個がまたみんな増えてみんな6個になっちゃったら、そうなんだよ、全部で36個になっちゃうね、そういうことだよね、こっちも何もないことしちゃった、うん、どんどん増えるね、これ増えやすいもんね、増えやすいね、すごくね、よいしょ、1個目、あとは根がみんなついてないからこのまま置くね、刺しでね、うん、ポルトライン入れてね、うん、ちょっと根がついてた、あれ、ウルトラン入れたよね、さっきね、うん、入れた、分かんないけど適当なこと言ってるとね、動画に残ってるからね、うん、ちょっと入れとこうか、心配だから
結構さ、ハウスの中は暖かいから、このままハウスの中ね、昼間暖かいから置いとけば発根しちゃうけど、外だとなかなか寒くなってきてるから、韓国内とかと同じように窓辺とか置いてあげた方が発根しやすいかもね。はい、こっちの方がいいですか。今日分けた6個、まあこうね、ちょっと斜めになっちゃってるけど、これ根が張ればすぐに綺麗になってるからね。そう、ね、潰れてここにぎゅうぎゅうに入ってたからいびつな形になっちゃってるけど、一個大きくないからこう置くね。これはいい、これもね、今日植えた子、まあこんな感じで運生しちゃった子を、お一人様にするにはこんな感じで、こんな感じでやってみるといいんじゃないですかね、どれもらおうかな。そうだね。で、どうする、もう終わりにする今日は。これはいい、あ、それも分ける、せっかくだから。いいか、これは終わってからで、いい、ね、はい、はい、いい、じゃあそんなところで、はい、今日は夏に伸びちゃった子を整理する、綺麗に仕立て直すのと、分生しちゃったやつを一人様にするのをやりました。はい、次はこれ葉差しとかもやっていこう。うん、そうだね、うん、じゃあそんなところで、はい、大丈夫、背伸びしちゃった。じゃあ、はい、おしまいです、うん、おしまいです。はい、ではチャンネル登録と、何それ、高評価ボタンをお願いします。高評価ボタンがないからね。ありがとうございます。ありがとうございます。あとは特に何もない、うん、大丈夫。あとは今週末、来週末、イベントなのでまたお知らせしようね、それはね、お時間ある方はお願いします。はい、お願いします。じゃあ汚い手ですけど。